どうも、ニューヨークです。お願いします。はい、さあ、本日はですね、はい、だいぶ前に、バズってる動画を完コピしようっていう企画があったの覚えてますか？はい。もうめちゃくちゃ前なんですけど、前田明さんがボコボコにするフルボッコ動画とか、北斗晶さんがホストの人にめちゃくちゃキレる動画とか完コピしたじゃないですか。はい、あれを久しぶりにまたやろうかなと。なんでですか？わかりません。10万人いったから今ならもっと見てもらえるんじゃないかなと思って、あ、そういうバズってる動画コピーでね、このタイミングでまた、うん、あの時もそんなバズった感じではなかったっすけどね。まあね、全然、まあまあ全然だったっけでもあの時の俺らとは違うからさ、もう10万人チャンネルパワーがついたから、うん、今やったらもしかしたらマジでバズるかもしれないので、はい、ちょっとやってみようかなと。で、今回完コピしたい動画が、こちらでございます。はい、いやもうこれ俺見たことあるわ。大仁田厚さんとゴージャス松野さんがバラエティ番組で大喧嘩するやつ。これ何年前のやつよね、知らないから。もうミノモンドさん YouTube 見る人ってどっちもいやいやいや、これでも何百万再生いってんでしょ。いってるんだよね、250万とか。あ、このね、再生。だって俺もリアルタイムでは見てないけど YouTube でこれ見たよ。ちょっと見てみようか。見てみますすごいひなだ。お笑い芸人一人もらえんの何やこの番組そう、若手芸人とか一人もおらんやん。すごいねこれ。こんなバラエティなくない？今ないね。デヴィ夫人がおって、中尾明さんがおって、すごいだってあ、お笑い芸人がおらんねんもん。懐かしい。やばいんだよこれ早いって切れるの。いや意味がわからんのよなんで切れたんこれなんでこれなんでこんな切れた。これ何これ何、なんでこんな切れたんだ。三河健一さんいなかった今。おった。すごいなとんでもない中で切れてるぞ。おかしいよね、なんか個人的なミノさん、ミノさんやった。ミノさんどういう顔今の。島崎和歌子さんすごいな。これ個人的になんか恨みつらみがなきゃあんな切れ方する。だいぶはしょってるか。それか切れた工程を。いやいや、でもその前普通に喋ってるからね。なんかその台本があったんじゃなくて、こういう、これは確かにそういう面白いですね。その何なんだこれ。はい。何これ。というところを、まず、嶋佐がね、うちの小屋でゴージャス松野って言われたんで、あ、お父さんに、はい、ゴージャス松野役をやってもらう。ああ。で、屋敷が大仁田。俺が大仁田？そんな日が来るとは思ったことなかったですよ俺が大仁田やる日。なるほど。はあ。で、ヒロシは似てるけどな、大仁田。確かにね。ヒロシはデーブ・スペクターやるから。ああ。こんななんかテンション低いバトル初めてですよみたいなところでドーンって言ってますもんね。金井君は誰や、身のもんだ間を止める、なんか髪の毛長い男の人。ああ、ディレクターみたいな、プロデューサーみたいな。うん、それやろうか。じゃあ。でもカメラマンは、私奥田がやります。はいはい、コピーしてみます。じゃあ行きましょうか。はい、撮りましょう。おい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 、よく聞け。おい、俺はプロレスが好きなんじゃい。おー、大西さん、何興奮してるんですか、こんなとこで。二人並んで立ってみて。興奮してないんだ。いや、俺は興奮してないよ。じゃあやってみろよ。今日はいいじゃないですか、そういう話は。すいません、こんなテンション低いバトル初めて見ましたよ。ちょっと出てきてよ。ラブソングを君に送るよ。冷静冷静じゃないのよ。自衛隊やのにめちゃくちゃ服好きやんけ。マジで。あれ台本です。握手してもらってもいいですか。あ、全然。あ、ありがとうございます。米津玄師です。マジっすか。この通りです。俺たち変わったんです。だから卒業式の合唱曲「ドラゴンアッシュ」のファンタジスタにしてください。加藤さんっておっさんはどっちが強い？命取りに行くっていうことまでやったら俺かもしれない。やはり小林武尊といえば、はい、ホットドッグ。ホットドッグ、はい。ダブルアートのしんべヱさんが西のもう大兄貴分だから西の芸人100人くらいそうですよ。やばい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 。そうだ、家族にめっちゃ厳しいらしいですよ。うざいなさっき。ドラコンパーと2日はずっと2人で過ごして、まあそろそろ結婚かな。まだまだよ。スピードホームスピード出しすぎようが光よりないでしょ。今顔面を殴る体勢が整いました。早稲田イベントとかすごい。女の子に誰とデートしてるんですか。そこでデートしたのは本当のカップルにはなれないっていうのがあるんですよ。男が言って勝負やね。その硬いのに何歩いけるかが競馬なんですよ。5、5、11、4。当たってます。警察来ちゃうよ、Cさん。いや、別に俺から殴ってこれやばいよ。早とちり、早とちり、早とちり、早とちり。二人のお尻、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 パーティー。ニューヨークのニューラジオ。俺は誰とも手もつないだこともない。